サミュエル・アレクサンダーは、イギリス帝国オーストラリア・シドニー出身の実在論的哲学者、マンチェスター大学の教授を務めた。進化論をもとに、時間論や空間論を手掛けたとして名高く、1930年6月3日にメリット勲章を受賞した。1859年1月6日、イギリス帝国オーストラリア・シドニーのジョージ・ストリートにて、 ユダヤ人の両親のもとに産卵として生まれる。その後、イギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学で学ぶ。1920年にアレクサンダーの主張である、全二巻からなる空間、時間、神聖を表し、1933年にはビューティーアザー・フォームズ・オブ・バリューを表した。アレクサンダーは、政理心理学に基づいて、科学の一種としての経験論的、 刑事上学体系の構築を試みたり、あらゆる事物の母体として空間と時間を融合し、そこから生命や物質、意識が段階的に出現すると考える創発的進化を考え出した。また、アレクサンダーは自然を止むことのない変化とみなした。なお、アレキサンダーは見込んで1938年9月13日にイギリスマンチェスターで亡くなった。 厳密には、イギリス帝国領である。関トの影響を受けたが、最終的には、創発的進化の考えにより、関東を批判した。アレクサンダーヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年12月22日、閲覧、ありがとうございます。